にちは、山田健吾です。はい、今日はですね、話題の流星くん新店舗突撃していきたいと思います。前回ロンドさんの美容室にお邪魔させていただいて、なんか美容室に突撃企画が、周りの方から好評だったんで、まあ、今日は第2弾ということで、流星くんが、まあ、新店舗お店オープンしたということで、早速アポを取ってきたんで突撃していきたいなと思います。まあ、流星くんもともと渋谷界隈で、サロンのディレクターというかマネージャーをしていて、まあ、満を持して自分のお店も出店したということで本当におめでたいなというところで、まあ、お祝いも兼ねてサロンをお邪魔してちょっといろいろインタビューとかもしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。じゃあ行っていきましょう。はい、じゃあちょっと店内突撃していきたいと思います。いらっしゃいませ。お邪魔します。アスコダです。はい、じゃあ改めまして、流星くんとみゆちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。こんな接客してます。まあ、2人はちょっと僕のお買い物企画でも、はい、ご一緒いただいてカリスマ美容師なんで、まあ、ちょっとインスタのリンクこんな感じです。パッ。はい、まあ、超カリスマ美容師なんで、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思います。はい、まずフロントなんかおしゃれですね。お店名がフェレです。フェレ、由来は、由来はサッカーの価値を上げた人間がブラジルのサッカー王国のフェレ、はいはい、10番、はい、あれアルゼンチンじゃなかったっけ。サッブラジルです。ブラジルか、はい、あのなので僕らが美容業界の価値を上げるということでフェレ。なるほど、ありがとうございます。お願いします。よかった、ありがとうございます。何、ステッカーあるの。ありがとうございます。これが、まあ、ロゴ、こっちがアパレルロゴで、うん、これが普通のロゴです。アパレルって何？アパレル展開もしていこうかな。アパレルも作ってるんですか？はい。いろいろやってますね。はい、みゆちゃんも、みゆちゃんも一緒に。そうです。また別なんですけど。あ、別なんだ。やばいですね、この2人。何歳だっけ？若いよね。25ですね。25。あ、25です。やばい。あ、やばいやばい。怖い。で、ちょっとせっかくなんでバックルームっていうかカラー剤、はい、ブースにちょっと突撃していこうかなと思って、はい、いいですか。はい、まあ、はい、ちょっと OK 出たんでいきます。はい、僕が一番気に入ってる商材こちらです。ドクターリキッド。忖度感がやばいけど。でも本当にいいです。あ、マジでありがとう。使ってもらって一番ね、やっぱ物理的ダメージが僕らペールトーンやってると一番やっぱ明度高いんで、ベースがやっぱ18以上が基本になってくるんで、はい、必須です。いや、ありがとうございます。あとコネクターと、はい、コネクターとケーシーです。はい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 、はい、まあでもここはね、王道というか結構人気な商材ですね。はい、カラー剤はなんか特定のメーカーというよりかはまあでも今いっぱい入ってますね、なんかすごいね、はい、あ、もう本当に各メーカーさんのいいところをピックアップして使ってる感じ。そうです、忖度ゼロです。忖度ゼロ、ガチガチのガチガチのパキパキで、はい。あ、これ水色、これで作るの。水色はこれか、うん、まあ、コバルトブルーか、うん、まあ、EB5 か。最近結構水色を上げてるよね。そうです、 EB5 か、うん、アクアブルーか。あ、いろんなパターンがある、はい、一番流星が好きなカラーだよ。こんなかった。一番よく使うやつ。一番よく使う、まあ、クリア抜いて。これ結構センシティブ。センシティブ。センシティブやね。いやいやいや、だいぶ動くよ。じゃあ、みゆちゃん、みゆちゃんにしよう。みゆちゃんにしよう。じゃあ、まあ、いいよ。じゃあ、ざっくり、この辺みたいな感じで。でも、まあ、普通に好きなのは、スモートバージアンのピンク。はい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 。まあ、マテリアとか、ソフタッチ。ソフタッチ多いっすね。あ、ソフタッチ多いね。日本。まあ、高明度なのね、ブリッジモード。みゆちゃんは好きな、なんか。私もソフタッチ好きです。あ、ソフタッチ好き。はい。特に何番とかあるんですか？ 6、7じゃない？六七、はい、あ、六、ああ、でも確かに、六七っぽい、完全に、確かに確かに、あの感じは六七で作ってることが多いですね。すべてのメーカーが大好きな流星。間違いない。いや、本当でもいろいろ使ってるもんね。本当に本当に、うん、もうなんかこの色でしかできないっていうやつを厚く並べて、ああ、なるほどね。めちゃくちゃちょっと僕色味変わって、これ結構ベージュなんですよ。はいはいはい、全体的にこうベージュ作るカラー台なんですよ。うん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 。だけど僕ちょっと色味最近完全。サイド上がって、うん、まあ、明度も上がってるんで、うん、ちょっと体今からガラッと行こうと思ってるんですね。あ、変えようと思ってる、はいはい、でもうちの美容、スタッフ結構ベージュ系多いんで、うんうんうん、基本的にやっぱこれがベージュくなってくるんですけど、まあ、最近こういうサイズの高いものを足してったっていう。これ有料級ですからね。これ人のバックルームにお邪魔するってなかなかちょっとセンシティブなんで。センシティブです。ハケもこだわりなんだ。ハケはこの、まあ、アジアン、
はいはいはい、と歌方だけですね。なるほど。え、この歌方っていうのは歌方っていうメーカーさん、これはあのもともと美容師さんの人が、うん、あのもうハケのメーカーだけ出してるんです。ハケしか作ってないんです逆に。へえ、これよく使うんだ。これがもう完全にここの丸いところにこうテフェアシットして結構ブレないんですよ、ね、うん、ああなるほど。あとこれが見ると分かるんですけど逆にこう円形になってるんですよ。確かに。なんで頭の丸みに沿うんですね。へえ。これリタッチ用なんですけど、リタッチって一番引き出すの大事なんで、はいはい、これはちょっとまっすぐなんでオンカラー用。ああなるほど。基本的にリタッチはこっちで、まあ、繊細な動きとあとこの丸みを引き出せるんで。へえ。右側ここ漏れるじゃないですか。漏れる漏れる漏れる、はい、でこれ結構漏れるじゃないですか。うん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 、うん、ぶっちゃけ、うん、だからこれは全部こう綺麗に均一に引き出せるんで、めっちゃいい。あ、そうなんだ。え、それどこで買って、はい、これはディーラーさんで買ってる。いや違います。メーカーあのその作ってる人直で、あ、直で最初からもうすごい前からよくしてもらってて、そこから貼ってます。へえ。結構高いです、先にしても。あ、そうなんだ、はい、1本いくらぐらい。1000円結構強いね。1000円くらい。あ、でもいいお値段しますね、はい、でもやっぱ一番ドクターリキッド。いや、それは忖度。忖度出ちゃってる、ね、急に。他の忖度しないし。え、オキシは、オキシこだわりあります？オキシでも基本的にアルミノと、ここに今ないんですけど、うん、ソフタッチとかも入れてたりする。ブリーチも？ブリーチはもう基本的にこれです、ね。あ、ブリーチは、はい、アジアのパラセスで、まあ、基本的にアルミノ混ぜるときに、うん、アルミノのやつないと、うん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 、かなりちょっと違う、ちょっと成分的なこと言っちゃうと、はいはいはい、ずれちゃうんで。なるほど。かなり膨張も早くなって、うん、すぐ酸化してみたいな感じでスピード止まっちゃうんで、基本的にもう合わせて基本的になんか何でも合いますね。へー、はい、ブリッジはアクセスと120が多い。ほぼアクセスと120 と、ビーブリッジ。ああ、ビーブリッジね、はい、はいはいはい。この3個を、まあ、うまく使い分けて、はい。うわー、ちょっと俺優勢のバックルも初めて来たかも。なんか確かにすごい、すごい。いいこだわりも伝わっていい。でも今回の出店はあれでしょ、どっちかっていうとコストを抑えたんでしょ。かなり抑えました。あ、抑えた。ありがとうございます、その振りしていただいて。いや本当にもうかなりやっぱ服買いすぎて。マジで、はい、マジで。それこそ発売する本に、うん、載ってるんですけど、はいはいはい、そのオープン秘話みたいな。ああ載ってんだ、はい、なんでもう仲間からお金こうかき集めて、はいはい、みんな出してくれて立ってみたいな。で立った後に優勝を入れるっていう、この逆にこれすっごいどうしようみたいな感じの状況で。いや、なるほど。じゃあ自己資金でできるだけ出して。全部自己資金です。あ、全部自己資金です、はい、それもすごいね。いくらぐらいかかった、オープン。でも全部含めたら確かに2000円くらいかもしれない。ああなるほどね。備品とか含めて、はいはいはい、じゃあ内装とか、まあ最初の契約だけだったら1500で、はいはいはい、備品関係とか、まあ、いろんな込み込みで確かにそのくらいかかって2000くらいね。意外と備品とかさ、薬剤とかさ、そうなんかかるよね、はい、やっぱ2000万くらい。そうです、そうです。2000万自己資金で出せる25歳っているんですか。いや、やばい。おかげさまで。いや、すごいな、なるほど、はい。でも今これ何席？ 8 席？今8席です。で、ミュージアムとユーセンとコパースタイリストいて、そうです。うち、ベレーザって基本中単価でやってることが多いんですけど、うちテレに関しては全員やっぱ高単価ああそうなんだでやってるので、でも8席で中単価出ちゃうともうかなり無理だよね。レギュレーション低いんで、うん、まあ、かなりやっぱ単価高めで大体もう3万超えてくる感じで。3万超えてくるんだ、はい、やばいね。今計算してもらうと大体分かると思うんですけど、うん、8席でっていう感じ。なるほどね。でも埋まるんでしょ。もう考えてますね。2000万も考えてた、はいはい。まあ、でもその借り入れした分のお金は浮いてるわけです。浮いてるプラスやっぱ3月以降からベレーザで働けない子たちもいたんで、とにかく出さなきゃいけない。あ、働く場所を急いで出した。そう、かなり準備して、だから、着工から2週間でできました。あ、着工やばい、結構急いで。着工が2週間、契約したのが1ヶ月前です。マジか、はい、本当バタバタだった。いや、もうそうです、この物件しかなかった。いや、すごい。そうです、急いですよ。そうです。でも、いちいち小物とかはやっぱり気を使ってる。小物はかなり、まあ、ドイツ製でとか、なんか結構、家具屋行って、まあ、細かいです、はい、キャンプ台の。あ、本当だ、おしゃれ。あと、ライトとかもめっちゃこだわってて、うん、あ、大敵さんにいろいろ聞いて、もう、かなり、まあ、AB の高い、丸くんの高いものを
取り入れてます。で、まあこの白いやつは全国でもう僕らが決定させます。もうこのあの品番はないです。あ、そうなんだ、はい、この白いライトいいの？めっちゃいいです。へぇ、こう角度が違うんですよね。だいたいスポットってこう刺しちゃうんですけど、なんかこうふわっとしてるふわっとするんですよ。だからそれでやっぱライト変わってくるんですよ。明るさはじゃあどっちかっていうと暗いより明るめにしてるんですか？そうです。店内そうです。かなりもう艶が出やすいというか、なるほどなるほど、サイドが高い色味が見やすい感じに、うんうん、白ライトで、ね、はい、なってます、はい、確かに明るいよね。でもまだここに足されるんで。あ、もっと足すの、はい、でもいつもあのインスタに載ってる仕上がりもここで撮ってるの？ここです。めっちゃ綺麗に撮れる。あ、でも自然光も入るの？いや、バカ入るんです、やばいです。で本当にもう最低で抑えたんで、うんうん、まあ、こういう機材は全部もうガレージさんにお世話になって、あ、めちゃくちゃ、でも本当に物も良くて、なんか、あのこれ全然意外といいよ。いや、めちゃくちゃいい。席8でシャンダイさんで。そうです、そうです。シャンダイ待ちとかあんまないの？ないっすね。あ、そうなんだ、うまくじゃない？はい。アクセルは結構今僕は少ないんですけど。あ、そっか、減らしてんの？もう2から3とかで、あ、まあ、2、3くらいでだいぶ抑えて、だいぶ抑えて。出ました。お願いします。これ、リュウセクのもう造反してんでしょ、すでに、はい、してます。発売前に、はい、予約で。いや、これ概要欄に貼っておくんでぜひ買ってください。僕もあの一応買って、まだ届いてないんですけど。じゃあこの出店 の, あの考えとかも全部ここに書いてある。でもあと900万やったあの本当の、まあ、出会いから何からって慣れ初めも全部載ってて、それはやばい。あと何と言っても何と言っても、はい、技術動画が4つついてます。マジで、はい、で、あのまだ撮ってないんですよ、動画しかも。あ、じゃあこれから1個目は撮ってるんですけど、発売の時に見れるんですけど、うん、2個目からは最新情報を届けたいから、なんだ、2ヶ月おきに出していくって、うん、撮って出していくっていう感じで、持ってる人は僕の一応1年間の技術を終えるような仕組みになってます。やばすぎや。なってます。で、はい、本いくらですか？3300円です、税込み。ジャパネット中田みたいな。安いです。安いです。いやいや、だってセミナーしたらね、はい、だって普通に便箋とかだったら何十万とか。まあ本当にそういう。そうですね。いや、それは、いや、しかもゆうせとかみゆちゃんって結構若い子からもそうだけど、あの俺らぐらいの30代とか。セミナーはもうオーナーしか来ないんで、僕の場合。そうだよね、はい、でもそこからこうマインド聞きたいみたいなのも結構聞くから、まあ、そこに書いてあるわけね。そうですね。だから、まあ、とにかく広めたい、とにかく僕のこう思考だったりを若い子たちとかもそうだし、上の人たちも理解してもらって、若い子たちがこう輝きやすいような業界を作ってほしいってことで、まあどうにか手に取ってほしいっていうのが本音なんです、はい、だからそういう技術も載せたりとかで、お得な価格、お得な価格でやって、本当にただしっかり読んでほしい。うん、これはね、いいっすね。ぜひ。ケンゴさん100冊買ってくれたんで。あと99冊買います。あと99冊。お願いします。お前にいつも買わされるのよ、いろいろ。いろいろ買ってるからね。そう、確かに。優勢少女。みゆちゃんもここで頼もうとしてる。あ、そうです。月にどんぐらいやってるの？月1週間。1週間来てください。いや、これもだって予約取れないんだ。はい。1週間やっても枠は全部埋まるんですか？埋まってます。やばいっすね。すぐ埋まる。すぐ埋まりました。一瞬で終わる。どんな大阪で通常やってるでしょ？あ、通常で働いてたことないですか？初めて東京で、全員新規。初めて東京に来て、まあ単価もしっかりいただくような感じで、予約開けてすぐ埋まるんですか？はい。もう嫌です。美容師やってられなくなる。天才。ありがたい。すごいね。まあまあ、数々のプラダブランディングが一応ある。あ、これプラダ。あ、これあの。あ、本当にプラダ。地味にこう。このあのアルコール消毒もプラダ。本当だ。カップが。本当だ。ついてて。はい。至るところに。はい。トイレが無駄に広い。トイレ行ってトイレ。トイレが無駄に広い。広。フロアに対してトイレのバランス、まだね、あのこの辺はできてないですよ、はい、いやー広いいね。トイレが一応割と広い、はい、うわ、ちょっと突撃企画おもろい。これちょっとめっちゃ面白いのが一個だけあるんですよ、紹介したいです。何？あのこれここにつけちゃったせいでここ入れれなくなっちゃったんですよ。やばどういうミスっていう。それ突っ込んでくれなかったんだよ。それ言ったら、うん、あ、本当ですねっていう感じの。やばい、はい、
結構ドタバタで、多分ドタバタが伝染して、でもそれぐらい結構急いで作ったってことですね。あ、そうですね。2店舗目もでもすぐできるかもしれないんでしょ、あの不動産見つかり次第。見つかり次第すぐ行きます。あ、もうむしろ契約するくらいの勢いで。あ、マジでやってるんですけど。なるほど。いやーね、でも8席対して8人なんでスタッフ。あ、そうなんだ。じゃ掛け持ちしたら結構パンパンになって、掛け持ちしたらパンパンだし、逆に僕らやっぱ2枠を1人で回せるんで、文化があるんで、ベレーザーで。あー、なんでやっぱそれがベーシックになってくると人が多いからもっとなんか輝かせる場所を提供できるなっていう、はい、なるほどね、ことがあるんで。そうなんですよ。もう借り入れとかだって正直全然できるし、先生も。いや、もう超降りましたね。言うし、やばかった。なんかこんな降りんのっていう。あ、しかもめっちゃ時差あったんですけど、蓋開けてみたらなんかもうすごい逆に余ってた。すっごい額もらって。なるほどなるほど。結果やっぱ自分のことをこういろいろ調べてくれて、はいはい、銀行側が、うん、でちょうどなんかフォロワーさんの人が女の子で担当してくれてて、うん、その人がめっちゃ結構なんか下っ端なんですけど、うん、なんか多分お父さんがすごい偉い人かなんかでそういうのあるよね。 それですごいプッシュしてくれてそこが降りた瞬間一気にバーンバーン大体そういうのって周り見るじゃないですか、はいはいはい、銀行が、うん、確かにどっか出したら行きますみたいな、うんうん、いやーすごいね。じゃあ年内2店舗目行くかもってことですか。確実に行けたらいいみたいな感じ。そうだよね、だって求人は困んないでしょ、正直。いや、もうすごい、もう問い合わせやばいし、本当にもうニヤニヤするくらい。いやいや、いやらしいね。でもいい人たちが集まってくるね、はい、意識も高そうな子が集まりそうだよね。本当に。あ、求人じゃあ今別に募集はしてない。してないです。もういっぱい新卒は募集します。あ、新卒取るの。はい、新卒取る。ベレータと一緒に合同で。あ、なるほどなるほど。午後と午前みたいな感じで分けて、はい、あの新卒の会社説明会から、まさかのここで初公開確かに美容学生めっちゃ質問来るけど何も返してないのにここでまさかの初公開美容学生だから、ね、ぜひこれ見ていただいてなんかコメント欄に意気込みくれれば、じゃあ逆にこれ見ないと、これ見ないとあのっていうシークレットの謎の謎の癒着で確かに見ないといけない。でここで流星とも教育とかもするの？カラー教えたりもする？全然します。するんだ。まあ、営業聞かれたら答える。基本的にあの離脱とか教えるときもそうなんですけど、うん、なんかやり方とか、その、うん、なんだろう、手法みたいなとかは教えないんですよ。うん、あ、そうなんだ。とにかく黒いところからはみ出ないように塗れっていう。あとはもう自分のやり方次第。で、遅くてもいいんですよ。うんうん、だんだんやり方になってくると、うん、各個人がオリジナリティになるので、うん、やっぱどうしても僕のやれるやりやすさとか手法って絶対もう手の大きさも全然違うし身長も違うんで、うんうんうん、そういう意味でなんかその黒いとこだけ塗れっていう単純なことを言ってるのに結構難しく伝えちゃうじゃないですか。はいはいはい、はい、確かに。だからもう塗り絵と一緒だよっていうことを伝えて、うん、あとはもう自分のやりやすいようにオリジナルにやってもらうとなると、うん、僕もすごい勉強になるんですよ。あ、逆にね。なるほど。で、あ、でもそしたら身長7センチか7センチ、7センチか7センチっていうふうに多分マニュアルできるんで、ああああああ、そしたらまあその人たちがその人に教えるみたいな感じがいいのかな。なるほどなるほど。みんなでこう勉強しながらやるんで、だいぶなんか気づきましたそれは。いろんな人教えて、オンラインサロンとか、はいはいはい、なんか手の大きさとかそういうの大事じゃん。なんか確かに全然違うな。意外と塗り方違うかも。そうです。流星とミュウちゃんでもやっぱブリーチのやり方ちょっと違うんですよ。流星はねすごいところなんか都度進化していくんで、まあ今現状こうだけど次会った時は別のことをやってるとかさらに進化してるっていうのがよくありますよね。楽しみです。はい、ミルクティーもします。ミルクティーもしないんだ。もうしてない。結構本当になんか最近水色とかそうあのミントグリーンとか、はい、そうサイド、はい、ミュウちゃんは逆にミルクティーとか。私ミルクティーです。ありがとうございます。じゃあちょっとオープン後の、営業後のお忙しいところ2人に時間を作っていただいて、店内の紹介をさせていただきました。じゃあちょっと1個提案があって、はい、この後内田さんいるじゃないですか。この前お話ししてもらった、はいはいはい、ちょっとこの後お店に行って、はい、あのそっちにも突撃しようかなと思って。この流れでアポ取ってるんですよ。この流れで、はい、よかったら2人も一緒に行っていただいてやだなこの流れからこっからやだな。はい、強制的な流れなんですよ。やめてくださいよ、このクオリティがね、内田さんの新店舗も結構がっつり作ってるらしいんで、なんかインスタ見る限りそうよ、すごいよ、ね、やばそうです。じゃあちょっとこれから3人でじゃあそっちにも突撃していきたいと思いますので、はい、引き続き後半戦楽しみにしておいてください。緊張するな。内田さんのバックルームにも行けるかもしれないんでちょっと一応聞いてみます。多分怒られるけど。いや、怒りますよ。怒るよ。内田さんのバックルームとか絶対ないからね。はい、はい、じゃあ、はい、突撃していきます。じゃあ後半戦もご視聴ください。あと、流星の本、さっきも言ったんですけど概要欄に貼っておくんで、ぜひ
チェックしてみてください。じゃあご視聴いただきありがとうございました。史上この絵も長すぎでしょ。もういいよ、もういいよ。これ史上最強のインパクト。